ようこそ我が聖域へ。グリモア、君たちには感謝しているんです。おかげで彼女が覚醒することができたのですからね。私の仕事はまだ終わっていない。この地でなおくだらぬ虚勢を張れるとは。いいでしょう、これから行われる奇跡の目撃者となってもらいましょう。奇跡？あなたたちはここが単なる機密情報の集積地だと思っているようですが、それは大きな勘違いだ。ベクターによって作られたあなたのための檻、精神の牢獄だと言いたいのでしょう。牢獄だから勘違いなんですよ。言ったでしょう、この地は僕にとって聖地。ここに僕の全てが存在する。あなたは自ら望んでここに留まっているのか。理解してもらえるとは思っていませんよ。だからその意味を教えてあげようというのです。さあおいで、これで全てを手に入れることができるんだ。歌は UMM へと広がり、全宇宙へと響き渡る。そして我が娘を、ネピリムを、この聖地へと呼び戻すことができる。ネピリムがあなたの娘？このアルスノバは愛しき娘の記憶。君にはこの記憶の全てを受け継いでもらう。そしてレメゲトンを使い、君に娘の魂を宿らせよう。君は希望の依り代となるのだ。嫌がることはない。君は望みのものを手に入れたのだよ。違う違う、こんなの私の記憶じゃない。バカな、なぜ拒絶する。やめろ、頼む。ネピリムを、娘を受け入れてくれ。いや、いや、いや、
からないの。彼女は他人の思い出が欲しいんじゃない、自分だけの心が欲しかったのよ。どうして気づいてあげられないの。偽りの心に代わり、この世で最も尊い心を宿し、ネピリムとして生きていくことができるのだ。これほど幸せなことがあるか。そんなのあなたの思い込みじゃない。知ったふうな口を聞くな。ベクターの若造に利用され続けながら、永劫の時を娘を失った苦しみに耐え続けたのだ。そんな、僕の希望が消えていく。ネピリム。ネピリム。やっと戻ってきてくれたね。待っていた。ずっと。あなたをここに縛りつけていたのは、この私。私への思いが、あなた。ごめんなさい。